はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、健康でお悩みのあなたに健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、腸内環境を改善するなら新バイオティクスというお話をさせていただければと思います。はい、あなたはですね、新バイオティクスという言葉聞いたことありますでしょうか。はい、新バイオティクスというのはですね、腸内環境を改善するためにすごく大切な考え方なんですけども、じゃあまず新バイオティクスというのは何かというとですね、この下に書いてあるプロバイオティクスとプレバイオティクスをですね、バランスよく組み合わせていきましょうっていうようなですね、言葉になるんですね。はい、まあ、ここで新バイオティクスっていう言葉を知らない方、そしてプロバイオティクス、プレバイオティクスもわからないっていう風になると、もうはてなはてなはてな風になって、もうよくわかんないっていう風になっちゃうかもしれないんですけども、できるだけ難しい言葉、できるだけ難しい説明はせずに、わかりやすく説明していきたいと思いますので、頑張ってついてきていただければと思います。はい、じゃあ新バイオティクスっていうのはプロバイオティクスとプレバイオティクスを組み合わせていくっていうようなお話までしたんですけども、じゃあこのプロバイオティクスとプレバイオティクスっていうのはそれぞれ何なのかっていうことをお伝えすると分かりやすいかと思います。はい、じゃあプロバイオティクスというのは何かっていうと、いわゆる腸内細菌ですね。腸内細菌、まあ代表的なのはビフィズス菌だったりとか乳酸菌だったりとかありますけども、そういったものを直接入れていくっていうのがですね、プロバイオティクスというですね、まあ行為になります、働きになります。で、プレバイオティクスというのは何かっていうと、腸内細菌の善玉菌の餌になるようなものを入れていく、かつそして腸内環境を良くしていくっていうのがプレバイオティクスということになります。なので腸内細菌を入れるっていうことと、腸内細菌の餌となるものを入れていくっていうのを組み合わせていくことが大事なんですよ。どっちかだけじゃなくって、どっちもやっていくのがすごく効果的なんですよっていうようなことになるんですね。はい、じゃあですね、そこで具体的にプロバイオティクスっていうのはどういうことをすればいいのか、プレバイオティクスっていうのはどういうことをすればいいのか、その結果新バイオティクスになるっていうお話をしていきたいと思うんですけども、じゃあプロバイオティクス、腸内細菌、まあ、乳酸菌、ビフィズス菌を直接入れていきますよっていうお話をさせていただいたんですけども、じゃあそれはどうやって食事で摂っていけばいいのかというと、まあ、いわゆる発酵食品を摂っていくってことになるんですね。じゃあ発酵食品って何かっていうと、分かりやすいのは漬物ですよね。ぬか漬けだったりとか、まあ、キムチだったりとか、まあ、納豆だったりとか、味噌だったりとか、そういったものを摂っていただくことによって、乳酸菌をですね、ビフィズス菌、腸内細菌になるようなものをですね、入れていくっていうことになります。で、ここでよくいただく質問として、ヨーグルトとかチーズっていうのはどうなんですかっていうようにですね、聞かれるんですけど、まずやっぱり乳製品ということになりますから、乳製品っていうのはもう嗜好品の域はやっぱり出ません。はい、動物性のタンパク質っていうのがまた腸内環境を悪くするっていうことにもつながって、まあ、カゼインのそういった副作用っていうこともなりますので、私は乳製品っていうのはここには入れないことをお勧めします。まあ、嗜好品の域を出ませんよねっていうところで、できるだけ和の、発酵食品ですね、漬物だったりとか、あとは納豆、味噌だったりとか、自分の 手で作った味噌とか最高ですね。自分の常在菌が増殖してるわけですからね。はい、そういったものを取っていただくのが、まずはプロバイオティクスということになります。そしてプレバイオティクス、腸内細菌の餌になるようなものを入れていくっていうのが、このオリゴ糖と食物繊維になります。はい、オリゴ糖っていうのは何かというとですね、いわゆるですね、食べ物でいうと、玉ねぎだったりとか、あとは、アボカドだったりとか、あとは大豆系ですね、味噌とかやっぱり納豆だったりとか、そういったものに豊富に含まれているっていうふうに言われています。ごぼうとかもよく言われたりしますね。はい、そういったものを取ることによって、腸内細菌の餌になる、腸内細菌が要は元気になるっていうことになりますよね。なのでオリゴ糖が含まれている、まあ、食べ物を取っていくっていうものがすごく効果的、プレバイオティクスになりますよっていうことになります。かつ食物繊維ですね、食物繊維、まあこれは食物繊維は腸内環境を良くするために大切だっていうことはですね、あなたもご存知かと思うんですけども、食物繊維っていうのは2種類あるんですよっていうことをしっかり理解しておいてください。食物繊維っていうのは不溶性の食物繊維と水溶性の食物繊維2種類ありますということになります。はい、不溶性の食物繊維というのは、まあ、水に溶けない、水溶性というのは、まあ、水に溶けるということなんですけど、不溶性の食物繊維というのはいわゆる繊維ですね。はい、繊維です、繊維っぽいやつ。はい、まあ、野菜系ですよね、野菜系、キノコ系とか芋系だったりとか、食物繊維が豊富ですよね。そういったものっていうのは、まあ、繊維ですから便のかさを増すんですよ。便のかさを増してあげて、そこで腸壁を、腸を刺激させてですね、腸の蠕動運動を誘発するんですね。はい、そうすることによって便が出やすくなる、
っていうことになるんですね。ただこの不溶性の食物繊維だけでは実はダメなんですよ。それだけでは逆に便秘になりやすかったりするんですね。要は便のかさが増していても便が出やすいっていう形にするためにはこの水溶性の食物繊維も必要なんですよ。水溶性の食物繊維っていうのは簡単に言うとヌルヌルしてるやつですね。はい、ヌルっと出すようになるんですよ。はい、ヌルっと出すやつっていうのは分かりやすく言うと例えばオクラだったりとか例えばモロヘイヤだったりとかそういうヌルヌル系ですね。はい、あとは海藻系でいう、まあ、もずくだったりとか昆布とかわかめだったりとかキノコとかもそうですよね。はい、ナメコとかもヌルヌルしてたりするじゃないですか。納豆も結構その水溶性の食物繊維が豊富だったりします。まあ、スーパーフードでいうとチアシードとか、はい、あとはそうですね、そういうヌメヌメしたやつっていうものをですね、想像していただくといいと思いますね。そうすることによって不溶性の食物繊維と水溶性の食物繊維をうまく組み合わせることによって便のかさを増してそしてぬるっと出すっていうような形、そしてオリゴ糖を取ることによって、腸内細菌がさらに元気になって要は、消化をですねこう促進させることによって便がもっともっとこう出やすくなるっていう形になりますね。まあ、吸収も良くなるっていうことにもなりますよね。分解、消化吸収が良くなるっていうことになります。そういった形でプロバイオティクス、プレバイオティクスっていうのをうまく組み合わせていただくことによってこのシンバイオティクスっていう形になりますから腸内環境を改善するためにシンバイオティクスを意識してくださいっていうことになるんですね。はい、そのような形でですねシンバイオティクスよく覚えておいてください。プロバイオティクスだけではなくてプレバイオティクスも大事なんですよっていうことです。でいわゆるですね現代の、まあ、日本人の食事っていうのはどんどん欧米化されていますよね。欧米化されていてこの食物繊維だったりとかオリゴ糖そして発酵食品を摂ることがですねすごく少なくなってるんですよ。すごく少なくなることによってやっぱり便秘になってしまったりとか例えばやっぱり腸内環境が悪くなることによって皮膚が悪くなってしまったりとか皮膚と腸っていうのはつながってますからね。皮膚の状態が悪くなったりとか腸っていうのは免疫をですね司る場所でもありますから免疫機能が低下してしまったり病気になりやすかったりとかあとはアレルギーが出てしまったりとかそういったところでいろんなですね不健康の原因になってきますのでこの腸内環境を良くするっていうことはやっぱり意識していただきたいんですね。それによってこのシンバイオティクスを意識することによって健康だったりとか、まあ、綺麗、見た目の綺麗っていうところにもつながりますのでぜひ意識していただければと思います。はい、ということで今回シンバイオティクスについてお伝えさせていただいたんですけども実はですねこの動画の内容の元のネタっていうのはですね私の仲間の先生の伊藤先生という先生がですねお送りした内容になります。私の仲間の先生の伊藤先生という先生は便秘解消の専門家としてですね、動画で情報発信をされている先生です。伊藤先生のですね元の動画のリンク下に貼っておきますのでぜひですねご覧になっていただければと思います。私はですねざっくりちょっとこの場で説明させていただいたんですけども伊藤先生のオリジナルの動画ではさらにですねもっと細かくはい、分かりやすくですね説明してくれています。これにプラス、まあ、短鎖脂肪酸の話だったりとか短鎖脂肪酸っていうのはいわゆる生活習慣病とかがんの、予防する働きにすごく重要だったりしますからそういった話もですね伊藤先生の動画ではいろいろ細かく説明してくれていますのでぜひですね伊藤先生の動画もご覧になっていただければと思います。下にリンク貼っておきますので、はい、ご覧になっていただければと思います。はい、またご質問等あればですね下にコメント欄で残していただければと思います。また今後もですね、健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますのでぜひ YouTube チャンネル登録していただいてお見逃しないようにしていただければと思います。はい、本日はですねこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。